お疲れ様です。奥さんです。出来上がりました。はい、今日は主婦がヘルシオを半年使った感想の動画になります。1本目のこちらで説明していることはなるべく省いて、というか奥さんが思ったヘルシオのメリットは一つなので、動画2分で終わるかもしれませんが、それでは本日もお付き合いよろしくお願いします。まずはじめに、ヘルシオを電子レンジと思ってはいけません。魔法の箱とでも思って買いましょう。じゃなきゃどう考えても高いので、単刀直入に言うけど、ヘルシオじゃないとダメなことがどうしても一つあります。今日はそれを言いたい。それはやっぱり名前の通り、ヘルシオ。ヘルシオ、ヘル、油、甘み、旨味が引き出される、栄養素が壊れにくい、この4つを一括りにして1つと言っています。この4つは自力ではなかなか難しいし、他のオーブンでも真似ができないんです。フライパンで豚トロを炒めるとすっごく油が出ますよね。キッチンペーパーを何枚使ってもどんどん出てくる油、たまに攻撃してくる油、それがヘルシオに任せると火傷の心配もなし。魚も3種類同時に焼き上げてくれたり、任せられるので焦がす心配もなし。何よりヘルシオ独自の焼き方が魔法的調理法なのです。野菜嫌いの主人が野菜が美味しいと言った時はびっくりしました。食事を制限されている方でもバリエーションが広がって、何を食べようかなとか服の楽しみを感じることができる、これが奥さんが思うヘルシオの一番の強みだと思います。半年使ってみて最初に思っていた印象と変わったこともあります。ヘルシオの代表的な機能、任せて調理はとってもすごい機能なのですが、奥さんはこれ時短調理ができるものと勝手に思っていたんですが、任せて調理自体は時短調理ではなく、時間の有効活用ができるようになるというか、例えば帰ってきてすぐに食べさせなければいけないとか、もう5分も待てないとか、そういう時は買ってきたものやうどんなどをペイッと出しちゃった方が早いです。時間はあるけど気持ちがない、いや気持ちがないってわけじゃなくて、気持ちに余裕がない時にヘルシオは大活躍すると思う。ヘルシオに入れる前の下準備さえ頑張れば、加熱中は自由ですから、洗濯物を畳んだり、お風呂に入ったり、ご飯の後やることが一つでも減ってたら嬉しいですよね。そしてこの任せて調理が、何でも任せていいわけじゃないんですよね。詳しくは牛タンの動画をご覧ください。ヘルシオ生活でもやっとしたこと。解凍が下手くそ。どうやら冷凍する厚さによって綺麗に解凍されるかが決まるみたいで、これで奥さんやってみました。2センチと3センチぐらいのお肉を解凍してみたんやけど、3センチの方は端っこの方は解凍されとるけど、中心部分はまだ冷たくて、まあ全解凍とは言えない感じ。2センチの方はバッチリ解凍されていて、一枚一枚剥がれました。なので、なるべく薄く冷凍することをおすすめします。
お肉を重ならないように並べないといけないので、一気に大人数の分は案外できないってことと、楽ちん一品も4人分までなので、多く茹でたいときはお鍋で茹でなきゃいけないです。でも焼きそばとチャーハンは5、6人分できるけんめっちゃ便利。うちは手羽先が子供たちに大人気で、月に 1,2 回は作っとっちゃけど、これ今まで魚焼きグリルで6本ずつぐらいを裏返しながらちょくちょく様子も見ながら焼いとったけん、もうそれが今は1回でいいので本当に助かってます。はい、何でしょうか？チョコバナナケーキ。奥さんがまだ AI に慣れてないんですよね。使いこなせば画面を汚れた手で何回も押さなくてもいいので、ちょっと意識してこれからの課題にしたいと思います。わがままを言うとしたら、ブロック肉や鶏肉をそのまま解凍してくれると嬉しい。博士手調理の下段でも焼くモードができたらすっごく嬉しい。奥さんとは真逆の時間の使い方が上手な人とか、テキパキしている人、料理上手な人にヘルシオはいらないんじゃないかと言われると、そうは思わなくて、料理上手な方はさらに幅が広がって楽しめると思うし、料理が不得意な方はもちろん、料理をしないって人も最初はお肉やお魚を買ってきて乗せるだけでもいいんですよ。外食が多くなるよりも健康面はもちろん、結果的に節約にもなると思います。迷ってないで買え、と言いたいところですが、高額なものなのでじっくり悩んでくださいね。プリンがお店の味。余熱が早い。ゆで卵むきにくい。魚の匂い移りがない。焼き芋最高すぎる。さっくり温め機能がすごーい。確かな情報です。ってな感じで、買ったことは一つも後悔していません。これもこれも動画を作っているので、説明書を読んで新しい機能を発見したりして、ヘルシオをもっと好きになったと思います。いつも動画を見てくれている皆さんに感謝しています。ヘルシオを買ってよかったなぁと思える楽ちん一品や低温調理などについても過去動画を見ていただけるとわかりやすいと思いますので、そちらもよろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。
まったねー。チャンネル登録、グッドボタンもお願いします。